野鳥観察者から、内灘大橋方面を望む金沢市街金沢平野と河北方河北方放水路、傍聴水門金沢港傍聴水門、歌川広重河北方は、石川県の中部にある石湖である。金沢平野の北部に位置し、金沢市、河北郡内灘町にまたがる。古くは、蓮湖、大神湖とも呼ばれた。型周辺には、 約70平方キロメートルに及ぶ、湖岸平野が広がる。日本海沿岸にある、内灘砂丘でせき止められてできた海跡湖。かつては、木水湖であったが、干拓が行われた現在は、淡水湖となっている。干拓前は、面積23平方キロメートル、周囲長、約37キロメートルであったが、2014年10月1日。 現在の面積は4.20平方キロメートルである。古くから細々と埋め立てが試みられた。このことは片端の地名などに痕跡が見られるが小規模なものであった。1851年には豪商船や護兵が資材を投じて干拓を試みた。しかし埋め立ての土砂を固めるのに石灰を使用したことを毒物を流したと曲解され、翌年、 付近で発生した伝染病の原因がその毒物で汚染された魚を食べたからと噂された。このため、五兵も投獄されて、極中止したため、事業は中断された。第二次世界大戦後、内灘死社場問題で内灘村は、見返りとして河北方の干拓事業を要求。1963年から農林水産省による国営事業として行われ、 約1100ヘクタールの農地が1985年に完成した。しかしすでに農業は減炭政策の時代に移っており、このため2014年4月現在も未入植地が多く残る。この干拓と埋め立てにより、豪雨により肩に溜まった水を海へと放出する、膨張水門を、はじめ数台のポンプ施設、堤防、 淡水湖と奇水湖を分ける水門など数々の施設ができた。河北方が埋め立てと干拓の双方を行っていることから、地元ではこの二つの違いを小学校の中学年、高学年で河北方を題材に学ぶこともある。河北方では、ガマやアシなどの植物や鳥ではカモやサギ、さらに絶滅危惧種に指定されている中皮など、魚では銀ンブナやコイ、ボラ、 ブラックバスなどという豊かな自然がある。河北方周辺の地域ではこれらの生き物を守るために子供から老人まで様々な活動をしている。河北方周辺の空中写真。1975年撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。観択事業では 計画では稲作を想定していた。しかし、米余りのため途中で畑作に転換された。レンコンやスイカキャベツなどの大規模栽培や落農が盛んである。周辺には県による農業試験場などが整備されている。かつては船を中心に、うなぎワカサギシジミなどの漁業も行われていた。が、現在は漁業権が消滅している。 残された水域も、膨張水門により、淡水化されている。残された水域は、県営想定競技場などに利用されている。また、かつて、浅野川の川口だった部分は現在、貯水場となっている。ありがとうございます。